宴の始まりだ。古代兵器が2体なんたるチート。さすが弥勒、汚いでござるよ。古代兵器、それ何ですか？はるか昔、いにしえの魔物に対抗するため人類が作り出した防衛兵器よ。古代の言語でしか動かせないはずなんだけど、どうして動いているのかしら。妙ね。はっはっは。貴様らには理解も及ぶまい。あ、誰だ。久しぶりだな、トワイライトキャラバンの諸君。私は選ばれし者、この世界の君臨者だ。誰だ。ザコ。貴様ら、この私を忘れたというのか。古代兵器起動の古文書解読に成功した天才の私を。悪いけど覚えがないね。エリコはどうだい。思い出す時間も無駄だと感じる程度には興味がありません。美月さんはいかがですか。そうね、あの古代兵器のうちの一体は興味深くて覚えているんだけど、ナナカちゃんは知ってる。あの古文書には覚えがありますぞ。縁のはるばる買いに行きましたゆえ。でもあれ、どうして買えなかったんだったか。ふむ、私もあの古代兵器と戦う羽目になったことと、過酷な労働環境にさらされた記憶の断片は、思い出しただけで当時この身を苛んだシンクがよみがえる。ああ、筋肉痛ね。アンナちゃんたら、あのバイトの後体が動かなくなっちゃったのよね。あ、私の存在だけが抜け落ちた思い出話に花を咲かせるな。くそ、忘れたと言うなら構わん。この後私が貴様らの記憶に恐怖を刻んでやるからな。私は弥勒様の右腕として世界に君臨するのだ。二体とも動き出したわ。相当怒らせちゃったみたいね。記憶にも残らないゴミ虫が起こったところで千なきことですわ。私たちが叩き潰してあげましょう。クス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 。許してみた。クスクス。デッドリーエクゼキューション。この勝利はあなた様に捧げますわ。キコーラ待たせたな。我らバイスフリューゲルが助け立ちしよう。でーい。こっちの一体はマカセルです。天下分け目の大決戦、いざ出陣です。シュバババ。うわー、大爆発。なんか強そうな人たち来た。これは頼もしいですな。爆発をバックに佇む僕も美しいな。キー、爆風でクークの体もほてってきちゃいます。なんか変なのも来てるけどね。
何人増えても同じことだ。この古文書には広範囲を燃やし尽くす呪文も書かれているからな。そろーりと今です。なんだ貴様、もうまさか古文書。やった、古文書ゲットです。解答をした経験がここで役立ちました。うむ、さすがだぞ歩み。さて悪党、覚悟するがいい。もはやお前に勝ち目はない。勝ち目がないだって、芸人の分際で私に勝ったつもりでいるのか。なんだろう、あの余裕おかしくなっちゃったのかな。あ、まさか僕が可愛いせいで。おかしくなどなるものか。古文書を取られたところで支障はない。基本的な操作用の呪文はすでに暗記済みだ。それにね、弥勒様にお仕えしているのは私だけではないのだよ。その通り、久しぶりだな三月先生。あら、おかしなところで会うわね、院長先生。あの人、三月先生がやっつけたはずだよ。大江戸の牢屋に放り込まれたって聞いたのに、どうして。あの程度の牢、脱獄など造作もない。わしの病院を潰したその女にたっぷり礼をしてやろうと思ってな、はるばるランドソルまで来てみたら、何やら世界中燃え始めおったではないか。これもまた好機、三月、この世界もろとも貴様を消し飛ばしてくれるわ。なんと物騒なお方だ。あなたもそうは思いませんか、悪代官殿。さようですな。おお、怖い怖い。悪党がもう一人。あいつは空襲の面前で空下の着物の帯を解いた変態おじさんです。それはかなりの危険人物ね。ふん、おじけついて言葉も出ないか。これでわかっただろう、この地に助っ人を呼んだのは貴様らだけではないのだよ。さあお二人とも有効な証にこちらを。山吹色の菓子でございます。そちらも悪よの。いえいえ、お代官様こそ。うわ、すっごい面倒なのが結託しちゃったみたい。は、何が結託だい。欲望のままに集まっただけじゃないか。助っ人なんて聞いて呆れるね。言っとくけど、この世に悪が栄えた試しはないよ。さ、とっとと成敗されちまいな。ふん、くだらん御託を並べおってちょうどいい。我らの力を見せてやろう、悪代官殿。おび、悪代官殿。おび、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 おび。大変です、またまた変態おじさんが今週の面前で帯解きを。狙いはあのお侍さんですね。な、
の子の前でそんなことされてたまるかってんだ。オビ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 、待つのだ悪大官殿。今は小娘のシリーやオビを追いかけ回している場合では。良いではないか。ガーン。あ、引かれたわ。うわ、しまった。秘蔵の劇薬が。ああ、私の古代兵器から火が煙か。あの方々全く連携が取れていませんね。おお、明暗だ。敵の混乱に乗じるのは戦の基本だからな。諸君は名軍師ですか。では中心二男一番なりです。シャバンバババオビ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 。あ、悪大官殿、そんなことよりこちらをご覧ください。山吹色の輝きですよ。おおおお、主も悪よの。わあははは。あ、正気に戻っちゃいました。貴族殿、古代兵器どもの修理も終わりましたぞ。配列が人体構造に似ていて助かったわ。こっちもかなりヤバいわ。さあ古代兵器よ、下民どもを蹂躙しろ。あ、弥勒から預かった力を加えて改良した強化薬があれば、貴様らなど赤子も同然よ。刀の錆にしてくれるわ。形勢逆転だな。おっと、残るは貴様か。わしが少し遊んでやろう。ふん。主様、いけません。あんな腕で締め上げられたら主様が死んでしまいます。へへへへ、貴様にも散々な目に遭わされたからな。このまま首をへし折ってやろう。死ぬがいいわ。うわ、なんだ、わしの腕が。主様、ご無事ですか。よかった。そうね、安心したわ。けど今の何だったの。あいつの腕に何か刺さった気がしたけど。うん、弓矢だと。一体どこから。みんな大丈夫。遅くなっちゃってごめんね。助けに来たよ。もう平気だから安心して。どんな相手だって撃ち抜いちゃうから。主様、まだ私たちの知らない女性のお友達がいたとは。
おのれ、よくもやってくれたな。まとめて叩き潰してくれるわ。そうはさせません。テンペストブレード。な、もう一人だと。うわ、あなたたちを止めに来ました。ランドセルの空を炎で真っ赤に染めるなんて私が許しません。もう当たり前だよ。団員のあなたが世界を救おうとしてるのに団長の私が何もしないなんてカッコつかないもん。それにあなたと約束したからね、一緒にこの青い空を守ろうって。わしは必ず復讐を遂げ。院長殿、戦力は減ったが、こちらにはまだ私の古代兵器2体と悪大官殿がいるのだ。ん？小僧、この程度と侮るなよ。貴様の首はわしがもらってやるとしよう。来ないで、お兄さんに近づかないで。ん？なんだこの小娘は。探したよ、お兄さん。山も森も燃えてて、ルナすっごく怖かった。うん、そうだね、お兄さんといたら大丈夫だね。怯えて飛び込んだ先がこの戦場とは、哀れな娘よの。せめてもの情け、小僧と共に行かせてやろう。いいねー。近づかないでって言ってるのに。な、霊魂だと。パパ、ママ、ルナとお兄さんを守って。なあ、やめろ、来るな、来るな。バカな。あ、悪大官殿まで。くそ、くそ、くそ、下民の分際で全員私の前にひれ伏すがいい。ひれ伏すって何？いじめるってこと？いつの間にここに。貴様も奴らを助けに来たのか？助けに？ああ、やっぱりいじめるつもりだったの？バンピーちゃんの眷属をいじめたら目なんだからね。ほら、眷属にちゃんとごめんなさいわ。間の抜けたガキが、私が下民なんぞに謝る言われは。ごめんなさいわ。ごめんなさい。よくできました。それじゃあもうちょっと反省しててね。はい、悪いことをしてすみませんでした。ちゃんと反省してこれからは心を改めます。どうしたんでしょう、あの人。急に態度が変わっちゃいました。ほう、もう魔法は使ってなかったね。まさか一部の吸血鬼しか使えないつーちゃんなわけありませんのか。なははははは。もう眷属はバンピーちゃんがついてないとすぐいじめられちゃうんだから。わあ、すごいです。知らない子たちが全部やっつけてくれましたよ。助かったわね。
おかげでなんとか私たちもやられずに済んだし。あいつが全員と知り合いなのは謎だけど。そのすっごく仲いいみたいね。また私の存じ上げない方が。本当にもう主様は、主様は。話し込んでいる場合じゃなさそうよ。あの2体暴走し始めてるわ。稼働時間が長すぎちゃったってところかしらね。あっちゃー、あそこでずっと謝ってる人の命令ももう届かなさそうですな。こうなったら倒す一択。うん、思いっきり撃つよ。気をつけて、撃ってくるよ。命令よ、我が声に応えよ。何かしら。突然出てきた鎧が攻撃をそらしたわよね。ふう、危ないところだったね。はい、でもルーたちが来たからもう大丈夫なのです。そうだね、久しぶりみんな。私たちも一緒に戦うよ。え、嘘、本当にアンなの？なんでここにいるのよ。ミスタルシアからどうやってここまで。それが実はね。はあ、ペコリーヌ様、そんなに抱きしめたらアン様が喋れませんよ。それなら私が話すよ。さっき不思議な光に包まれてどこかから声が聞こえたんだ。もうこの世界にとどまれない自分の代わりにあなたたちを助けてほしいって、優しそうなおじさんの声。そしたら、ある不思議、学院から急にここへ着いちゃったんです。もうこの世界にとどまれない、優しそうなおじさんの声。ねえコッコロさん、まさかこれってグレートガイダンスの、コッコロさんのお父さんの導きの光？お父様、この世界から消えてしまった後にまで私たちを助けてくださるとは。主様。はい、主様と共に必ず世界を救います。ったら泣くほど喜んでくれるなんて、また世界を超えてきた甲斐があったよ。でも多分今回もそう長いはできないかな。そうなんですか、せっかくまた来れたのに。仕方ないよ、私たちはこの世界の異分子だからね。長いをすればまたこの世界に悪い影響が出ると思う。うん、だから今この時だけの共同戦線、みんなで一緒に戦おう。グレア、ル、ペコリーヌたちも。アンさん。はい、せっかくこんなに大勢揃ったんです。古代兵器なんて
思いっきりやっつけちゃいましょう。さあ、行きますよ。